本日は IOST のチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、8月の14日午前8時15分 YouTube 録画しております。今日は日経平均株価なのでですね、ちょっとこの辺を振り返ってですね、明日の相場展望もしていきたいと思います。ニューヨークダウがですね、大幅に上昇しましたので、日経平均もおそらく交換して、まあ、三桁を超える上昇になるんじゃないかなと思います。寄り付きは多分高いと思うんですけども、高いものは終われるか、それとも高いのが安くなって終わってしまうのか、ちょっとこの二つの一つだとは思うんですけども、まあ、前回の、日経平均ですね、727円高で大幅に上昇しました。トピックスの方も上昇しておりまして、2.04% 上昇ですね。で、マザーズ指数もですね、2.4% 下落。上昇ですね。上昇しまして、結構いい感じで上がってきているということで、為替の方が133円ということで、ちょっとこちらも円安方向に動いているんじゃないかなということで、まあ株式にだいぶポジティブなね、状況が、こう、積み重なってるんじゃないかなというところですね。非常にいいと思います。それではビットコイン、イーサリアム、アルトコインの方はどんな動きをしているのか見ていきたいと思います。ビットコインが326万8000円ということで、こちらもね、上昇しておりまして、いい状況かと思われます。それからイーサリアムが26万5000円ということで、こちらの方もですね、安定して、非常にいい動きを続けているのかなという感じです。ちょっとイーサリアムのチャート見ていきたいと思いますね。このような感じでですね、安値が切り上がってきているのがわかると思うんですけども、ちょっと一旦ね、上にレジスタンスがあるんですが、ここを超えられるかどうかですね、27万円ぐらい、この辺超えられるかどうかっていうのがちょっと試金石かなというふうには思いますが、ちょっと超えられるチャンス出てきたんじゃないかなと思って楽しみにしております。それからリップルですね、こちらも 50.6 円ということで、50円回復してきておりまして、非常にこう高安まちまちなところはあるんですけども、安くなると買われているので、非常にこちらもいいチャート形状じゃないかなというふうに考えております。それでは IOST はどんな感じで今日動いているんだろうか、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらのチャンネルではですね、負けない投資というのをコンセプトに、皆様に負けないようにチャンネル登録の運営をしております。チャート分析どちらに動くかよくわからないということが多いので、こちらに動く確率、こちらに動く確率と2つに分けてパーセント提示をしていたりもしています。 51% は上に上がるかもしれません。下に上がる下がる可能性は 52% ですとか、ちょっと詳しく解説させていただきまして、数字なども詳しく解説させていただいております。それからですね、やはりわからないものは買わないということを徹底していただくということで、口を酸っぱくするほどその辺はお伝えしていきますので、最近ちょうど、調子良くないなとかね、ちょっと負けが混んでるなとか、負けてしまっている状況が今作られている、含み損が拡大してしまったとかね、ちょっとそういう方はぜひね、チャンネル登録していただいて、負けないようにお互いに頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。それでは IOST どんな感じで動いているのか皆様と一緒に見ていきたいと思います。こちらが今日の IOST なんですけども、2.19 ということで、まあ今日プラスになってますね。はい、こちらが冷やしチャートなんですけども、昨日ちょっとご紹介した通りの状況になって、横にやはり4線が出てきましたね。ちょっとちっちゃいコマなんですけども、まあ上も下もヒゲがちょっと出ていて、まあ、ちっちゃなコマができているんですが、次もですね、同じような感じで出てくるんじゃないかなと思っております。この辺で大陽線が出てくれたりすると、ちょっと面白いんですけども、まあ、同じ展開でゆっくりじり高で上がっていくんじゃないかなというのが、まあ、IOST かなと思ってるんですけども、もしかしたら陽線がでかくなる確率が今回はあるんじゃないかなと思っているので、ちょっと楽しみにしてますね。2.20 ぐらいですか、ここを超えてこれるかというのが今試されていると思いますので、ちょっとここをしっかり、状況をねタッチするんじゃなくて超えていけるかというのが大事なんで、そこが今試されていると思います。ですので、こちらは IOST なんですけども、今 1.96 あたりをサポートラインとして2.2に試しているような状況かなと思うので、1.96 から 2.2 ぐらいで動くんじゃないかなという直近予測をしております。
それで 2.20 を超えてくると次の展開が面白くて、まあそれこそ本当に5円ぐらいとかいけるチャンスが出てくるという感じで頼しいなと思いますけども、5円ぐらいになれるチャンスは十分出てくるんじゃないかなと思いますので、年後半ですね、ちょっと期待できる仮想通貨じゃないかなと思って見てますので、2022年どれぐらいまで回復できるんだろうかというのをねちょっと見てみたいですね。はい、ということで今回の IOSD チャート分析はいかがだったでしょうか。皆さんそれぞれご意見あると思います。違うご意見もとりあえず、あると思います。とりあえずというか絶対あると思いますので、ぜひこちらにね、よかったらコメント欄ご自由に使っていただいて構わないので、ご記入の方よかったらしてみてください。それからチャンネル登録ですね、まず、していただいて負けないようにということを徹底していただければですね、価値が積み上がっていけば、その価値がちっちゃくてもですね、どんどん価値が膨らんでいきますので、負けてしまうとですね、一回負けてしまうと本当に取り戻すのがすごく大変になってきて、まああんまり良からぬものを買ってしまったりとかっていうことがあると思うんで、気をつけてくださいね。本当その辺は気をつけてください。はい、ということで今回は IOSD チャート分析最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。